廃墟と化したハルドボパレスホテル。手前はホテルのプール。2018年現在も現地に残るホテルへの行き方を示す標識。ハルドボパレスホテルはクロアチアマリンスカの北のクルク島にあったリゾートホテルである。ホテルの名前は近くのビーチにちなんで付けられた。2001年に閉鎖された後放置されており廃墟のようになっている。 このホテルは1971年に建設された。共産主義のユーゴスラビアにおける外国投資の制約により、ホテルはリエカに拠点を置く国営の小売チェーンブロドコメルクの子会社が保有していた。ペントハウス市の創始者であるボブ・グッチョーネが4500万ドルを当時、1972年にホテル内にペントハウスアドリアティッククラブカジノを正式にオープンさせた。しかし、 このカジノは翌年に倒産し閉鎖された。ユーゴスラビア紛争の間難民のための避難所となった。1995年にホテルは民営化され所有者が何度か変わった後に2001年に閉鎖された。現在建物はそのまま残っているものの内部は破壊され廃墟と化している。2018年11月の時点でも 現地にはこのホテルへの行き方を示す標識が残っている。2018年10月、ある投資家が外部からの投資を受けて、このホテルのある一帯を再開発する計画が発表された。しかし、この計画によれば、ホテル利用者以外が海岸へ行けなくなり、マリンスカからニびビへまで続く海岸沿いの遊歩道が切断されることになる。マリンスカ市、州政府、 地元の人々はこの計画に反対している。ありがとうございます。